今日は法令上の制限の第3回目、はい。今日はですね、よく晴れてます。花粉がいっぱい飛んでます。厳しいです。それを乗り換えて法令上の制限勉強しましょうね、はい。では、テキストの373ページ、開発行為の規制ですよね、はい。では、テキスト373ページの ⑤ 開発行為の規制、はい。ここは大抵1問出ますね。都市計画法の問題は2問出るわけですが、そのうちの1問はこの開発行為の規制から出ることが非常に多いんです。ここは手を抜いてはいけませんよ、はい。開発行為を行う場合には知事の許可を受けなきゃいけません。開発行為を行うには知事の許可を受けなきゃいけません。これを開発許可、と呼んでおりますよね、はい。ではテキスト373ページの ⑤ 開発行為の規制の次、開発行為の規制のところを1と数えて1234行目の一番最後の方から2文字から線引っ張っていきましょうね、はい。⑤ 開発行為の規制を1と数えて1234行目、はい。開発行為を行うには事前に都道府県知事の許可を受けなければできない。これを開発行為の許可という、はい、開発許可というわけですよね、はい。では次に問題となるのは、じゃあ開発行為とは何ですかと、開発行為の定義ですよね。簡単に言うと、建物を建てるためまたは特定工作物を作るために行う地ならし工事です。単なる地ならし工事ではなく、地ならし工事をした後に建物を建てる、地ならし工事をした後に特定工作物を作る、そういう目的がないと開発行為とは言わないんです、はい。もう一回繰り返して言うと、建物を建てるため特定工作物を建設するために行う地ならし工事を開発行為といい、開発行為を行うには事前に知事の許可を受けなきゃいけません。この許可のことを開発許可、と言うんですね、はい。ではテキスト373ページの括弧の1、真ん中の方の括弧の1、開発許可が必要となる場合と書いてありますね。ではそこを読んでいきましょう。許可が必要なのは開発行為だ、はい。次から線引っ張りましょう。開発行為とは主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画ケースの変更を言うんですね。土地の形や性質を変えるってことは地ならし工事です、はい。ただ正式な条文の言い方は土地の区画ケースの変更ですよね。で問題文ではですね、造成行為と書いてある場合もありますよね。造成行為、はい。そこで特定工作物とは何か、これには2つのタイプがあるんです。一徳と二徳、はい。第一種特定工作物、
一徳ですよね。最初に一徳ではありませんよ。一徳ですよね。で次、第二種特定工作物二徳、はい、一徳二徳です。で一徳っていうのは危険なもの、危ないもの、ちょっと怖いものっていう、そういうイメージですね。危険なもの、危ないもの、ちょっと怖いっていうようなイメージですよね。はい、では具体的に一徳とはどういう内容か見ていきましょうね。はい、そこにひよこの図が書いてありますよね。イラストが書いてありますよね。はい、特定工作物、第一種特定工作物と第二種特定工作物のこと。第一種特定工作物、はい、具体的な名前が書いてありますよね。はい、では読んでいきましょう。コンクリートプラント、プラントは工場ですよね。コンクリートを作る工場です。爆発の危険性ないとは言えない。で次、アスファルトプラント、アスファルトを作る工場で大火災が起こるかもしれない。そしてクラッシャープラント、これは採石場、岩を砕いて砂利にするんです。騒音、振動などが起こりますよね。それから危険物の処理貯蔵施設、まあこういったものが一徳なんです。で次、第二種特定工作物二徳ですね。これは広い土地を必要とする施設、広い土地を必要とし、なおかつ人がいっぱい集まってくる、そういう場所です。はい、では具体的な名前を確認していきましょうね。丸一、ゴルフコース。このゴルフコースについては1ヘクタール以上の、1万平方メートル以上のっていう言葉がついてませんよね。これポイントです。はい、次、丸二、1ヘクタール、すなわち1万平方メートル以上の野球場、1ヘクタール以上の庭球場、1ヘクタール以上の動物園、1ヘクタール以上の遊園地、陸上競技場、母園。この丸2は全て頭に1ヘクタール以上のとつくんです。したがって8000平方メートルの庭球場、野球場は第2種特定工作物ではありません。でも8000平方メートルのミニゴルフコースは第2種特定工作物に当たるんです。ここがポイントなんです。ゴルフコースは1万平方メートル未満でも第2種特定工作物に該当する。でもゴルフコース以外の野球場やら庭球場やら、陸上競技場、こういったものは1万平方メートル未満は第2種特定工作物に当たらないんです。こういう比較問題が出るんです。はい、例えばどんなふうに出るかというと、こういう問題が出たことありますね。5000平方メートルの庭球場、テニスコートを作るための造成行為を行う場合、知事の許可が必要だ、誤り、罰。なぜならば5000平方メートルの庭球場を作るための土地の区画ケースの変更は開発行為ではありませんね。なぜならば第二種特定工作物を作るための地ならし工事ではないからです。したがって開発行為でないものに対して開発許可をもらう必要はないんですよね。こういう厳しい問題も多々出ておりますから、定義はしっかりと覚えてくださいね。はい、では同じページの373ページの下から3行目線引っ張りましょう。ゴルフコースは1ヘクタール未満でも第2種特定工作物です。しかし野球場等は
1ヘクタール以上でないと第2種特定耕作物にはならないので、5000平方メートルの野球場を作るための、次のページですね、造成工事はそもそも開発行為ではないので開発許可はいらないということになるわけですね。はい、では次に374ページ、そのページの覚える、これ全部覚えてください。いや大変ですよね、大変ですな、全部覚えてくださいね。はい、ではこちらの方を見てくださいね。はい、都市計画区域、都市計画区域、はい、都市計画区域は線引きをすることができましたよね。すなわち市街化区域と市街化調整区域に区分することができるんですよね。で、線引きをしなくてもいいんですよね。線引きされていない都市計画区域を非線引き都市計画区域と言いますよね。そして小さな都市計画区域、準都市計画区域と言いますよね。はい、で都市計画でもない準都市計画区域でもないところ、両区域外、はい、両区域外とは都市計画区域でもない準都市計画区域でもないところですよね。はい、そこで覚えなければいけません。市街化区域では1000平方メートル以上の開発行為許可が必要、未満許可不要。はい、次、市街化調整区域では開発行為に当たるのであれば、これ忘れないでくださいね、開発行為に当たるのであれば面積を問わず許可必要。例えば倉庫を作るための200平方メートルの開発行為でも調整区域では開発許可必要なんです。市街化調整区域では何平方メートル未満の開発行為は許可いりませんっていう、そういう例外ないんです。面積を問いません、サイン不問。で、次、非線引き都市計画区域は3000平方メートル以上許可必要、未満許可不要。そして準都市計画区域も3000平方メートル以上許可必要、未満許可不要。そして両区域外、ここは1万平方メートル以上許可必要、未満許可不要、まあ、1ヘクタールと言ってもいいですが、はい、これしっかりと数字を覚えてくださいね。しっかりとこの図でイメージで覚えてくださいね。はい、千不問三千三千一万、千不問三千三千一万、千不問三千三千一万というふうにしっかりと覚えてください。なんでかっていうと、よく似たものがいっぱい出てくる。だから、まず基本となるものをしっかりと覚えて、次に付け足していくわけです。はい。何度も言いますよ。千不問三千三千一万。千不問三千三千一万。なんとなく頭に入りましたよね。はい。例えば、今日は勉強しませんよ。今日は勉強しませんが、後に国土利用計画法を勉強します。国土利用計画法。そこで、ある一定以上の面積の土地の取引をする場合、またはした場合、届出が必要なんです。その場合の面積、覚えなきゃいけないんですよね。同じところに当てはめてみると、国土利用計画法ですよ、国土利用計画法上の届出必要面積、
国土利用計画法上の届け出必要面積は、はい、2,5,5,10,10,2,5,5,10,2,5,10,2,000,5,000,5,000,1万,1万なんです。これすぐ混同するんです。だからしっかりとまず1,000,3,000,3,000,1万と覚えたら2,5,5,10,10,2,5,5,10,10,2,5,000,5,000,1万,1万以上の場合届け出が必要なんです。未満の場合届け出いらないんです。なのでしっかりとこういう数字は覚えないともう混乱してくるんですよね。はい、はい、ではテキスト374ページ、テキスト374ページの括弧何、開発許可を受けなくても良い場合、そこの覚えるの表を見てくださいね。はい、まずその覚えるの表の、一番最上のところですよね。ピンク色に書いてありますよね。まず左の方から市街化区域、市街化調整区域、それから非線引き都市計画区域、そして準都市計画区域で両区域外ですよね。はい、市街化区域では1000未満許可不要、1000以上許可必要で、次市街化調整区域では面積による不許可はないんです。これは面積問いません。何平方メートル未満の場合には許可いりませんっていう、そういう例外はないんです。で、次線引き都市計画区域と準都市計画区域は3000未満許可必要、いりませんね。3000以上許可必要ですよね。で、次両区域外、両区域外は1万平方メートル未満許可不要、以上許可必要、まあ1ヘクタール以上許可必要、1ヘクタール未満許可不要ですよね。同じことです。はい、で次、そこの表の ② の部分ですよね。表の ② の部分ですよね。まず市街化区域の下、右のような例外はない、例外なしって書いてありますよね。で、その右側のところの赤い文字で書いてあるところ線引っ張りましょうね。これよく出ます。はい、農林漁業用の特定の建築物、例えば畜舎、温室、サイロ、まあ、畜舎っていうのは鶏小屋であるとか、まあ、鶏小屋っていうよりも牛小屋ですよね。はい、牛小屋であるとか温室、サイロ等の建築物、またはこれらを営む者の居住用建築物を作るための地ならし工事、一切許可不要。はい、もう一回繰り返してみますね。この市街化区域を除く全ての場所ですよ。はい、市街化区域ではこのような例外はありませんが、市街化区域を除く調整区域、非線引き都市計画区域、準都市計画区域、両区域外では、農林漁業用建築物、はい、一定の農林漁業用建築物はどんなに広い地ならし工事でも許可不要。それから農林漁業者の住宅を作るための地ならし工事も、市街化区域を除いた場所ではどんなに広くても許可不要。ところが市街化区域ではそのような例がありません。さて、市街化区域では農林漁業者の住宅を作るための地ならし工事であっても、それが1000平方メートル以上であれば許可必要、未満であれば許可不要なんです。通常の建物を作るための地ならし工事と全く同じような扱いをするのが市街化区域なんですね。はい、
ところが市街化区域を除く全ての場所では一定の農林漁業用建築物を作るための開発行為一切許可不要、農林漁業者の住宅を作るための開発行為一切許可不要なんです。はい、ここはよく出ます。しっかりと覚えておいてくださいね。まあ、特にこの一問一答式の問題集の落書き宅建一問一答式の問題集の360ページの問いの1、360ページの問いの1を必ずチェックしておいてくださいね。はい、では次にこの覚えるの表の丸3、覚えるの表の丸3、はい、そこを読んでいきましょうね。駅舎等の鉄道施設、これは駅のホームですよね。駅のホーム、それから図書館、公民館、はい、館館とつきますよね。館館、図書館、公民館、はい、このように駅のホームや館館を作るための開発行為はどこでやろうとどんなに広がろうと許可不要、場所を問いません。駅のホーム、図書館、公民館を作るための地ならし工事はどこでやろうとどんなに広がろうと一切許可不要、みんなの役に立つ公共施設を作るための地ならし工事ですからどんどんやってくださいと、許可なくしてどんどんやってくださいということですよね。はい、それから次に丸5、これ読んでいきましょうね。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為、これは一切どこで行うとどんなに広がろうと許可いりませんね。はい、例えば台風で住宅が壊れてしまった、津波で町の住宅がなくなってしまった、はい、こういう場合にはすぐに地ならし工事をしてプレハブ住宅を建てなきゃいけません。一日でも早くやらないといけません。いちいち許可なんか受けてる暇ありません。もう今日寒いんですから、今すぐ住宅を建てなきゃいけないからすぐに地ならし工事しなきゃいけない、許可なんかもらってる暇がないですよね。だからこの丸の5のように非常災害のための必要な応急措置として行う地ならし工事はどこで行おうとどんなに広がろうと許可不要ということになるわけですよね。はい、それから次に丸6、はい、まあ簡単な行為って書いてありますが、かっこ車庫物置ですね、はい、まあ、車庫を作ったりまたは物置を作るために行う地ならし工事、はい、これはですねどこで行おうとどんなに広がろうと許可はいりません。こういった例外しっかりと覚えていただきたいと同時に、特に丸2、この例外は市街化区域には適用なしというところが過去問題では繰り返し繰り返し出ておりますから、特に一問一答式の問題集の360ページの問いの1注目で、あと問いの2、問いの3、問いの4全部やっておいてくださいね。問いの1から問いの4全部やってくださいね。360ページ、はい、では次にテキスト375ページ、テキスト375ページ、括弧の3、開発許可申請の流れ、そこの流れ図を見てくださいね。はい、例えば市街化区域で1000平方メートル以上の土地にマンションを建てたい、そこで市街化区域で
マンションを建てるための1000平方メートル以上の地ならし工事をしたいです。はい、勝手にやっちゃいけませんね。まず知事に開発許可申請書を出す。はい、開発許可申請書を出す。そして知事が開発許可を与えたら初めて地ならし工事に着手することができるわけですよね。で、許可をもらったら初めて工事ができて、工事が終わったら必ず知事に工事完了の届け出をしなければなりません。そして知事はその工事完了の届け出を受け取ったら工事完了の検査をします。与えた許可通りに工事をしているかどうか検査します。で、検査の結果 OK であれば検査済証 OK ですよというマークですよね。検査済証を交付し、そして工事完了の広告発表をするわけですよね。みんなにきちんとこの工事が終わりましたということを公表することになるわけですよね。はい、ではこの流れもう一回ざっと頭の中に入れちゃいましょうね。まず開発許可申請書を知事に出す。許可をもらう。初めて工事ができる。工事が終わったら工事完了の届け出を知事に出す。知事はそれを受け取ったら工事完了の検査をする。そして知事は OK であれば検査済証を渡し工事完了の報告をするということになるわけですよね。はい、そこで次に、はい、では378ページ丸6、建築等の規制と書いてありましたね。はい、ではそこの建築等の規制の次の図をですね、上から眺めていきましょうね。まず工事完了広告前で工事完了広告があって、次に右の方に工事完了広告後と書いてありますよね。はい、先ほど言いましたようにマンションを建てるために地ならし工事したいです、許可ください。これが開発許可申請ですよね。で、開発許可をもらったら地ならし工事ができる。で、工事が終わったら工事完了の届け出を出す。そしたら知事は検査をする。 OK であれば検査済証を渡して知事は工事完了の広告をするわけですよね。そこでこの工事完了広告前と工事完了広告後に分けますよね。そこで工事完了広告前は開発区域、開発区域内では原則建築物の建築はできません。原則特定工作物の建設はできません。はい、開発区域とは何でしょう。開発区域とは開発許可を受けた場所。開発区域とは開発許可を受けた場所を開発区域って言うんです。マンション建てるために地ならし工事3000平方メートルやらせてください、はい、いいですよと許可を受けた場所、開発許可を受けた場所、これを開発区域って言うんですよね。そこで工事完了広告前で、工事完了広告前は開発区域内で建築物を建築できません。なぜならば工事が完璧に終わってないからです。では質問ですが、工事完了広告前に、工事完了広告前に開発区域内の土地の分譲できるでしょうか。できます。土地の分譲をしてもですよ、工事の邪魔にはなりませんね。土地の権利者が変わるだけであって、何かそこで行うわけではありませんから、工事の邪魔にはなりませんね。でも
まだ工事完了広告が出る前に開発区域内に勝手に何かを建て物を建てられると工事の邪魔になりますよね。だからできないんですよね。はい、ではそこの括弧で1番、同じページの括弧で1番、工事完了広告前の建築制限、ではそこを読んでいきましょう。開発許可を受けた開発区域内の土地においては工事完了の広告があるまでの間は建築物の建築と特定工作物の建設はできない。はい、工事の邪魔になるからですよね。ただし例外、はい、そこの覚えるの丸の1番、これよく間違います。線引っ張りましょう。はい、工事用の仮設建築物を建築する場合にはたとえ工事完了広告前でも建築できます。これは工事の邪魔になるどころか工事をするために必要な仮設建築物だからですよね。現場監督者や工事の方々は寝泊まりする仮設用のプレハブとか、工事用の資材を置く仮設用のプレハブとか、そういうことですよね。これは工事の邪魔になるどころか必要なんです。で、こういう引っかけ問題がありますから気をつけてくださいね。はい、今から言いますよ、引っかけ問題。はい、工事完了広告前でも、はい、工事完了広告前でも開発区域内で仮設建築物を建築できる。バス。違います。仮設建築物であれば何でも建築できるんじゃありません。工事用と書いてないとダメ。工事用の仮設建築物は建築できません。工事とは関係のない仮設建築物は知事の承認がない限りできません。はい、では以上、こういったところも気をつけてくださいね。はい、では時間となりましたのでおしまいしたいと思います。